サウスカロライナ州のハンティングアイランドステートパークのキャンプ場キャンプ場とは、キャンプのために使われる場所。野営場。野外で一晩を過ごすための場所。英語で、キャンプサイト、キャンプサイトというと、キャンプをするための場所で、特に行楽キャンプ用の設備を伴ったものを言い、キャンプグラウンド、キャンプグラウンドというと、キャンプに使用される場所で特に調理場、水、トイレを備えた場所。 ということになっている。つまり、キャンプグラウンドの方が装備がより充実しているという五感になっている。一般的なキャンプ場は、キャンプができるようテントを張れるような場所が用意されている。オートキャンプ場は、キャンピングカーを駐車してそのままそこで夜も過ごせるような状態になっている。キャンプ場には、無料で利用できるものと、有料のものがある。なお、キャンプ場というと、 上で説明したように、特に最初からキャンプをしやすいように用意された場所や、それのための設備などがある場所を指すわけだが、講義には、特に英語のキャンプサイト、キャンプサイトという語の方は、自然の中にキャンプができるような空間がたまたまできているような場所のことも指しうる。例えば登山、ハイキングやトレッキングの際に出会う、たまたま樹木や干木が少なめで、テントが張りやすそうな、 開けた場所のことも指す。つまり、ある登山者、ハイカーなどが、今晩はここにテントを張ろうと決めた瞬間に、一応、その人にとっては、そこが、その晩の、キャンプサイトになるわけである。ここでは主に前者の、普通の意味の、何がしかの設備が伴ったキャンプ場について説明する。なお、いずれのキャンプ場でも、キャンプ中に生じさせたゴミに関しては、 各自が持ち帰ることが原則である。なお世界を見渡すと、国や地域によって、キャンプ場所に関する考え方や法規は様々である。そもそも自然、野外というのは、根本的に誰の場所でもなくて、個人が登記して所有している森ですら、他人が入ることを拒否してはならず、もともとある自然の森や林などでは、原則的には誰でも自由にキャンプしてよい、と、法律で定めている国もある。 スウェーデンなどはそういう法律体系になっている。その一方で、世界には指定されたキャンプ場以外での野営、野宿を禁止したがる国、もともと誰のものでも内外自然を勝手に誰かのものだと思いたがる異性者がいたり、やたらと人権を奪いたがる国、やたらと人間を排除したがる神経質な住民が多い国もある。世界各地を旅して、キャンプをする、キャンプ愛好乾いて、 国ごとに異なる法規や規質に遭遇するわけだが、国ごとの理念や、民度の良し悪しや、その評価ともかくとして、ある国に一旦足を踏み入れたら、その国の法規を尊重してその国の住民を不愉快にさせないのが、キャンパーのマナーではある。比較的シンプルなキャンプ場。キャンプ場内の大きな指定エリアの中であれば、どこでも好きな場所にテントを張ってよい。狭い区画に縛られておらず、 開放感がある。一般的なキャンプ場、つまりあえてオートキャンプ場と歌うようなことをしていないキャンプ場について解説すると、要はキャンパーたちが一晩そこにいて良い場所である。基本的にテントを張ることができるようなペグを打てるような地面が剥き出しの場所がある。テントを張っても良いし、タープとボールで過ごしても良いし、 天気が良ければ、テントもタープもなしで寝袋一つだけで寝転がって、眠るのも自由である。一般のキャンプ場では、テントを張る場所から離れた場外に駐車場が設置されている。なお焚き火に関しては、以下のようなタイプがある。料金の有無は様々で、世界的には、公営で無料で開放されているキャンプ場も多いし、有料のキャンプ場も多い。どちらも多い。 世界的に言うと、簡素な無料のキャンプ場では、施設といってもせいぜい、駐車場、使用場のルールを説明した、パネル、共同トイレくらいしかなく、あとは、林などの中に大きく開けた場所があるだけ、というところもある。テントサイトの区画も全然区切っておらず、つまり、キャンプ場の中ならば、それぞれの好みで、どこでも好きな場所にテントを張って、 どうぞお好きなやり方で過ごしてくださいというやり方のキャンプ場もある。ただし焚き火のルール、ゴミ持ち帰りのルールはパネルに書かれていることが多い。ボーイスカウトキャンプ場の木製のテント台に設置された、半永久的テント高めの台まで用意したキャンプ場整備されたキャンプ場では、駐車場や共同トイレに加えて、下記の施設のいくつかが整備されていることもある。一部には、 夏季が用意されているところもある。ただし、こういうキャンプ場は運営コストが増えるので、それなりの料金を請求するようになっていることが多い。オートキャンプ場とはっきりと歌っているところでは、駐車場ではなく、テントサイトまで乗り入れられる。自動車脇にテントを張ってそのテントの中で夜を過ごすこともできるし、自動車の中でそのまま夜を過ごすこともできる。テントサイトに、 自動車を乗り入れられるので、駐車場からテントサイトまで荷物を運搬する大きな手間が省ける。キャンピングカーなどのために、上水道、下水道、電源設備を備えた各区画を一部に用意しているオートキャンプ場もある。キャンピングカー用の施設を示す標識北た。アメリカではキャンピングカー用の施設が併設されているキャンプ場も多い。イギリスでは同様の施設を キャラバンパークと呼ぶ。キャンピングカーなどのために各区画に上水道、下水道、電源設備を備えるところもある。ありがとうございます。